今回はですね、安倍元首相が銃撃された件についてですね、解説をしたいというふうに思っております。その後の、続報でですね、自作の改造銃で、散弾銃ではなかったと。どうやらラジコンのバッテリー的なものを使って発火装置で、火薬を爆発させて、なんか金属ボールなのか釘なのかわかんないですけれども、何か殺傷能力のあるものをですね、発射した様子であると。で、まあちょっと SP の動きとかも動画が流れてきたりとかして見たんですけれども、ちょっと動き良くなかったですね。SP が、ちょっと初動が悪くてですね、これはもうちょっと警察関係者の幹部の首が飛ぶなみたいな感じではありました。それぐらいちょっと鈍かったなっていうような状況があります。